来たね、とうとう来たね。もう公式で出ましたからね。これで、エムバペ、ビニシウス、ロドリゴ、全員ロナウドに憧れたね。ロナウドチュードレン。3トップになりましたね。ロナチル3トップになりましたね。エムバペ、ビニシウス、ロドリゴ、MVR なのかな ?RMV なのかな ?VMR。メシスはですね、今。ね。 P だったらね、MVP だったらめちゃくちゃいいんだけどね、MVR だからな、ノドリゴがな、ポドリゴとかだったらよかったのね。今からポドリゴなんないかね。ね、意外と早かったよね。なんだかんだいろいろあってこないみたいなね。並び的にはそうだけど、MSN 別に右から MSN だけどさ、BBC はベンゼマ・ベイルのなウで関係ないじゃん。 結局あれ五呂なんじゃないの ?BBC ってあの BBC ニュースとかあるからさ m s l も SNS っぽいじゃん MVR かな一番言いやすいのはベリンガム入って MVRB ああだったらバルベルデも入れて MVV ああでもそれだったらシュアメニュも入れてね MVVRBT でもそれだと カルバハルも入れたいね。MVVRBTC。アルバも入れたいな。MVV もう全員入れたいね。MVVRTCAMFC。<laughs> だね。うん。性格診断みたいなね。 起業家タイプかな、うん、MVR が一番ゴロいいね。先世紀のレアル BBC とバルサビ MSN の違いは、BBC って B、BBC みたいな感じだった。なんかベイルは孤立してる感じだったの。ベイル単体ですごいから点取ってるけどみたいな。3人の連携っていうより、<laughs> 大きいスペースを3人で使ってるみたいな。 B と C はやるけど、うん、ベンゼマーとあのロナウドはいいんだけど。で、MSN は、そう、3人で連携してるイメージだね。3人で本当共有力高く目線揃ってんな、みたいな。スワレス、スペース開けて、メッシー、そこドリブルしてって、ネイマールと連携したり、みたいな。だから、3トップってか、2トッププラス1って感じが BBC で、3トップって感じなの方が MSN でしたねそう。そこだと、ネイマールがね、 ケンカよ、お兄ちゃん二人の下にいる弟だしっかり言うこと聞きながら、うん。兄ちゃん二人の分まで走るみたいな感じでしたね。現状の最強スリートップ組み合わせレオさん作るのは誰選びますかハーランドは絶対入るよね。ハーランド・サラー、誰だろうな。ハーランド・サラー、左のウィング。誰か入れたいやでもルイス・ディアスでもいいけどね。普通にリバプル多くなるけど。ハーランド・サラーと誰だろうエンバペ かな全員やる気あって全員絶好調やる気あるマックスの状態ねハーランド・サラーエンバペじゃないですかなんか最近ちょっといけそうな感じの女の子が人気あるあのなんだっけチャンスの時間よく出るさあの子そうそうそうなんかちょっと隙がある感じの子がねなんかこう友達みたいな感じの女の子みたいな時代とさこう手が届かないみたいな時代から最近はちょっと隙がある子の昔からいるか え、それそこ説明しないとあがんないの <laughs> おにぎりくんおにぎりだな。好きがあるを言語化しないと分かんないのがい <laughs> それ分かんないのがいおにぎりくんうちのチャンネル来てておにぎりくん。<laughs> 気るないよ分かんないかなそれはちょっとサッカー見すぎじゃないのキックまあ大丈夫シュアーボの選手半分ぐらい分かんないだろうからね考え中 <laughs> モテる女の子ってこっち側に夢持たせるのうまいですよねそう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 あいつらな 消しからんで教えてくださいいやこ,んこれは簡単に教えちゃいけないちゃんとそれこそ現場でろサッカーやったことない人論とかなんかこう現場知らないの嫌いだけどこればっかりはもう肌で感じろこれが答えだ本当に分かんないか 本当に分かんないのか本当に分かんないって人か <laughs> いや高2ぐらいから分かるだろ絶対高2以下だったら教えてあげる高2ぐらいから分かるぞあ高3だったらもうちょっと現場行った方がいいな 52歳で分かんないじゃあもうその機会もないから大丈夫だよあでもいいねサッカーで例えるなそうそうそうあのインターセプトできそうなけどボールさらすなんかチアゴみたいなあえての感じよあえてでさらしといてくみたいな <laughs> 軸からずらしといて相手突っ込んできたからキュキュみたいな <laughs> あれこの子みたいな そうこの一線引かない感じっていうから、ね、この後もう一回いくって言う感じのねなんならあの LINE は簡単にあっちから交換してくるぐらいなんですよそうでもそれが本当にそうなのかその状態でいい気になってる男見て楽しんでるかは人によってだね <laughs> 人によってだね 本当にそのの感じの人もいるしでも俺の経験上綺麗な子がそれやってる場合はチアゴだねエメルソンなのかチアゴ本当にさらしちゃって失ってるエメルソンなのかもう失うとこ置いといてそっからかわしてくのかっていうそのお金だけ取って今日はご飯をごってくれてありがとうみたいなだチアゴなのかエメルソンなのかでだから結構 エメルソン型の人はサークルの姫みたいになってるよ。えこの子単性権嫌なくはないけどすげえある感じでもないなみたいな。でも結構明るく話してくるしボディータッチも多いなみたいな。あとお酒両手で飲むなみたいな。ちゃんと2時間踏んだみたいな。がどっちなのかっていう。でもそこであの。 割り勘じゃなくてその公文払わせたら明日早いからって言って帰っちゃうのかみたいなそこは見極めないとね私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。